こんにちは、コンテンポラリーアーティストの金井総一郎です。今回は芸祭21に出展してみて感じたことであったり学んだことなどを話していきたいなというふうに思います。まあ、今回は本当にざっくりと一番僕が芸祭で得たというか変わったことっていうのが、その自分のそのアートに対しての価値観が結構大きく変化したなっていうふうに思います。まあ、それについてちょっと今回は何分間かちょっと話したいなというふうに思います。僕がその芸祭で学んだことは一言で言うと、やっぱりこうアートっていうのはそのコンセプトだとか、文脈とか、まあ前からも言ってますけど、そこだけじゃやっぱり絶対にないっていうことをやっぱもうすごく強く痛感しました。その僕がそのアートに対しての価値観っていうのがこう変わったきっかけになったのが、まあ二人いて、まあ一人はお客さんの方で YouTube をこうご覧になられた方が来て、で、それでこう僕に、なんていうんですかね、文脈とかコンセプトとかっていうのをすごく詳しく話してるけど、ただそれは、それだけじゃやっぱり前にはいけないよっていうことですごい言っていただいて、で、僕はもうそれがすごく、まあ、嬉しくて、っていうのは、もう自分はその YouTube をやってる理由っていうのは、やっぱこう、芸術をもっと深く知るっていうことよりも、もっと何ですかね、まあ知ることもそうですけど、自分をちゃんと見つめ直したりとか、もっと成長したいっていう意欲でやってるっていう感じなので、そういうふうにこうアドバイスをいただけるって本当に貴重な機会だなと思ってて、特にその方は作家さんで、こう僕が多分知らないような世界とかもすごいたくさん知ってると思ってて、で、すごい親切だなっていうふうに思いました。そういう方からそういうふうにこう、言っていた、アドバイスというかご指摘いただけると、こう、自分が今後どういうふうに作家活動していけばいいのかみたいなところの一個の、なんですかね、道になるというか、まあ、なんて言えばいいのかわかんないですけど、そういう感じですごい嬉しかったですね。どういう作品を作っていくかっていうことに関しては、もっと自分の経験であったりとかっていうのを混ぜたいなっていうふうには、それを聞いてすごく思いました。まあそんな感じでその自分はやっぱり知識をたくさん蓄えたりとか知るのが好きで、ただその知識を得て、その後に、作品に全て文脈でこう落とすっていうやり方じゃなくて、知ってても、その自分の経験であったりとかっていうものをミックスして、まあそれでやっぱり作品を作っていかないといけないなっていうふうには、もう本当に昨日の芸祭ですごく強く思いました。他の作家さんの作品を見たりとか、オリジナリティっていうものは何なんだろうっていうことをすごくこう自分の中で問う機会になったなっていうふうに思います。なので、その文脈とかっていうよりも、その自分がその見てくれた人に何を伝えたいかであったりとか、まあ自分はその、このアート作品によって何をしたいのかっていうことをやっぱ明確にすることが大事だなっていうふうに思いました。まあそれこそそのラッパーとか音楽家の方とかっていうのは、そのどういう理由で今この音楽を歌ってるとかっていうのが、まあ結構明確だと思うんですよね。だからそこが、自分は意識した方がいいなって思いました。で、コンセプトに関しても、なんか昔は、人種差別とか LGBT とか、まあそういったすごくこう深刻な問題に対してこう向き合うとか、こうそれを題材にしなきゃいけないっていう考え方がすごく強くあって、まあっていうのはまあ、バスキアであったりとか、まあジェフ・クーンズであったり、まあその他の海外の芸術家の方々が掲げてるコンセプトがやっぱ大きいんですよね。バスキアだったらその人種差別であったりとか、まあ、ジェフ・クーンズであったり、アメリカのすごいこう、キッチュな感じっていうのを表現するっていう目的であったり、なんかそういったすごく大きなコンセプトっていうものを僕は無理やりでもこう考えようとしてて、僕はその海外でどうだったから人種差別にあったとか、こう僕の友達は LGBT だからとか、そういう理由をあんまり思ってないのに、アートってそういうふうに大きな題材じゃないといけないと思ってたんで、それは違うなっていうふうにちょっと思ってます、今は。コンセプトはそういうものじゃなくて、やっぱりすごく小さくてもいいと思うんですよね。警備員さん、道路の警備員さんが優しかったとか、近所のおばあちゃんがくれたみかんが美味しかったとか、小さな出来事で、なんかそれは大きなコンセプトになるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。その、
名前を言えないんですけど、芸祭に来てくだ、芸祭にいた方で、僕がすごい大好きな作家さんだったんですけど、その作家さんと軽くお話しさせていただいて、どういうふうにこの絵のモチーフ決めてるんですかだったり、なんでこういうふう、どういう描き方してるんですかとか、たくさん質問させていただいて、まあその方が描いてる絵のモチーフっていうのがやっぱり日常的な、日本の日常的な絵で、もうそれがすごい自分に影響を与えたなっていうふうに思います。なので、まあそれでまあ自分に今置き換えるとテニスであったり、まあ僕の場合その海外に留学であったりとか、まあいろんな友人に支えられたりとかしてて、まあそこであった気づきであったりとか、まあ小さな優しさであったりとか、なんかそういうものですね。あとはまあ自分で見たその世界の問題、世界とか日本の問題ですよね。そういうものをなんか題材にするのがいいなっていうふうに思いました。なんでその大小に関係なく、自分にとってそれが大きいと思ったらそれをモチーフにするっていうことをしていきたいなっていうふうに思います。まああともう一つはその作品をもっと見ることが自分にとって大切だなっていうふうに思いました。自分の世界だけでやっぱり留めてしまうと、まあ、なかなか同じような作品になったりとか、なんていうんですかね、固執しちゃうと思うんですよね。横着しちゃうというか。だからそこをしないように、こういろんな景色を見て、いろんな作家さんの作品見たりとか、もっと積極的に自分は出展していきたいなっていうふうに思いました。タグボートさんであったりとか、百人展さんであったり、まあ、応募して受かったらちゃんと出展できるようなギャラリーとかに、こう、どんどんやっぱり、経験を積むしかないなっていうふうに思いました。はい。やっぱ自分のその目だけで見た、いい悪いじゃ、その成長しないなっていうふうには強く思ってるので、もう本当にこう、今回の芸祭っていうものを通して、自分は結構こう、自分の中では結構成長できたなっていうふうに思います。はい。なので、まあ今後も本当に頑張っていきたいなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。